ダカールデザートラリー、プロフェッショナルモードが難しすぎて遊べないという前にやるべき5つのこと。こんにちは、ポン吉です。今回なんですけれども、ラリーレイドの真の魅力を味わうにはプロフェッショナルモード以上のモードで遊ぶのがいいよということはすでにねお伝えした通りなんですけれども、このモードがね意味がわかるまではとにかく難しい、そしてつまらないつまらないので引退するっていうね、まあ、こういう悪循環でラリーレイドの真の魅力を味わう前に引退してしまうっていうプレイヤーがねいらっしゃるんじゃないかなと思って、いやちょっと引退するの待ってください。この動画一回見てみてから引退するかどうかね決めてくれたらいいんじゃないかなと思います。ええなと思ったらぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。プロフェッショナルモードも難しすぎてなんやねんこれ、クソゲーやで。引退するわっていう方、まずは十分スポートモードを遊んで車の動きとかゲームの雰囲気に慣れてください。まずはそこからやりましょう。スポートモードも決して簡単というわけではなくて、優勝しようと思ったらねかなりしっかり走らないと優勝できないようにできてるんですよね。なのでスポートモードでね楽しんで遊んでるうちに、このゲームで運転するためのねスキルが身についていくはずなので、まずはしっかりスポートモードで遊んでみましょう。プロフェッショナルモードでまともに遊ぶためには2種類の技術が必要なんですね。まずは道を間違わないでゴールまで車を運ぶ技術、そしてもう一つは車をコントロールして自分の思ったコースに車を走らせる技術、この2つが必要なんですね。プロフェッショナルモードでねいきなりこの2つの技術を学ぶっていうのはすごく大変なことなので、車を思ったように走らせることができないっていう方はまずはねスポーツモードで車を自分の思った通り自由自在に動かせるようになるまで楽しんだらいいんじゃないかなと思いますね。いや私はもう自由自在に車を動かすことできますよ、コントロールすることはできますよっていう方、だけど道をね間違わないように行くのがちょっとどうやったらいいのかわからへん、難しすぎるっていう方、そういう方はねここからやってみてください。まずはとにかくゆっくり走る、レーシングスピードで走ると、まあ、とにかく余裕がないんですね。運転に集中しないといけないので、ナビゲーターの言うことを聞いたりコマ図を見たりっていうする余裕を、まあ、慣れてくるまでは持ちづらいんですよね。なのでもうとにかくそれができるぐらいのスピードまでゆっくり走る、まあ、これ私6速まである車で、まあ、3速までしか使ってないんですよね、まあ、なのでこれぐらいまでねゆっくりしたスピードで走るとだいぶ余裕を持ってねいろんなとこ見ることできるんですよね、まあ、どこを見てるかというと、まあ、ほぼこことここです。 8.55 キロとこのここのとこね、ここ 8.55 キロだったらこれが起こるよということ。さあここ来ました、これ起こりました、その通りに今走ってます。さあ次 10.35 キロに来たらこれが起こるので、それをここを見ながらチラチラ見ながら、さあ 10.35 キロ来たのでこれ来ましたね。次は 12.76 キロで、そう 12.76 キロ、ここが 12.76 キロになったらこれが起こるよってことですね。左に行って右、左に行って右、もうすぐ右が来ますよ、右ですね。でこれもう右曲がりましたね。なので次これ 13.72 キロ、ここが 13.72 キロになったらこれが起こる、こう道なりに行って道外れて下に行きますよ、道外れて下に行く、車の運転をしながらねずーっとこれをやってるんですね。右下のコマ図を見ながら現在の走行距離とね照らし合わせて次のアクションを行うためのタイミングを測るんですね。場合によっては走行距離だけじゃなくてキャップ、方位角も見ないといけません。道なりに行くばっかりじゃなくてね、ダカールラリーでは広大な砂漠の道なき道をね方位角を頼りに行かないといけないので、キャップを常に意識しながら走るんですね。この辺のね細かい解説は過去の動画で解説してますので概要欄にね貼っておきますので、ダカールデザートラリー攻略リンク集から合わせてご覧いただけるといいかなと思います。これだけのことをやりながら、しかもそれがほとんど初めてで、さらにレーシングスピードで車をコントロールするっていうのはもうむちゃくちゃ難しいんですよね。なのでもう慣れるまではもう順位関係なし、クリアもできなくていい、ご自身のスキルレベルに合わせてゆっくり走りながら右下のコマズとね上の走行距離、あと方位角を照らし合わせて、次のコースはどういうコースが来るんだろう、どこで曲がったらいいんだろう、何に注意して走らないといけないんだろう、そういうのをねしっかり頭の中にイメージを作りながら走る練習をするのがいいんじゃないかなと思いますね。画面ではね3速4速を使って走ってますけれども、それでも速すぎるなっていう場合はね、もちろんもっともっとスピードを落として走ってみられたらいいんじゃないかなと思いますね。
はい、コマ図がある程度ね見れるようになってきたら、今度はねナビゲーション、ナビゲーターの言うてることをよく聞いていきましょう。英語でなんか言ってはるんですよね、一生懸命ね。当たり前なんですけど、これドライバーにとってめちゃめちゃ大事なことをずっと言ってくれてるんですよね。これを聞いて走れるようになると、むちゃくちゃゲームが楽しくなってきます。なんですけど、まあ今回もなんですけど、日本語が入ってません。日本語が入ってないので、まあ英語とかね、他の言語でやらないといけない。まあ英語ですかね。だけどそんな大層なこと言うてるわけじゃないんで、聞いてるうちにだんだん分かるようになってくるんですね。まず聞こうとしてみましょう。一番大事なのは、キープレフト、キープライト、キープストレート、分岐点が来たとこで、あーどっち行っていいか分からんっていう時に、これが聞けると、まあ、間違わずにね、スッととっさにそっちに行くことができるので、まあ、まずこれが大事ですね。次はスピードリミット。プロフェッショナルモードでスピードリミット90って聞いたら90キロ制限なんですけど、聞いた瞬間減速を始めないと間に合わないことが多い。間に合わないので、スピードリミット90って聞いたらすぐ減速しましょう。あとはオントラックとオフトラックなんですけども、まあオントラックはね、もう道なりに行く、フォロートラック仲間、まあ同じような意味ですね。でその逆にオフトラックはもう道に従って走らない、指定された方位角、キャップですね、に向かって走ります。今指定されているのがこの2つのどっちなのかっていうのを常に把握することが、そしてね、次にどうなるのかっていうのも把握することが上手に走るコツになってます。なのでオントラックとかオフトラックとか言われると、反応できたらね、上手くなれるんじゃないかなと思います。さあ、こんだけゆっくり走ったんで9位ですね。9位、プロフェッショナルモードだと9位だとステージクリアにならないですね。クリアするには8位以内に入らないといけない。まあでもね、クリアできなくてもゆっくり走って、そういう技術をね高めていったらいいんじゃないかなと思います。まあ最初はねコースを覚えちゃってクリアできるようになるんですね。なんですけど、やってるうちにね、だんだん初めてのコースでもできるようになってくるので、そうなってくるまで我慢強くねトライしてみましょう。はい、お次はですね、まあ誰しもね、レースゲーム、ラリーゲームでコクピット視点とかドライバー視点に憧れて、まあ迫力があるんですよね。むちゃくちゃ楽しいんですよね。車に乗ってる感っていうのを味わってくれる、すごくロマンチックな思いをさせてくれる。なのでドライバー視点で遊びたいっていう方が多いんじゃないかなと思うんですけど、車にね乗られてる方はよくご存知だと思うんですけど、このドライバー視点っていうのはすごく視界が狭いんですよね。普通のモニターとかテレビだとすごく視界が狭い、左右がもうほとんど見えないですよね。なのでまあ道、どういう道を走ってるかっていうのはよく把握しづらいですよね。なのでまだゲームに慣れてないうちはね、もっと分かりやすい視点にしてもいいんちゃうかなと思いますね。あ、こんな視点があるんですね。ドライバーとナビゲーターの手元がよく見える視点になってますけれども、これだと視点が低すぎてちょっと見えづらいですね。見通しが悪いですね。さあ、こちらの視点はもう見通しがすごい、もうマップの向こう側までずっと見えてますね。ずっと見えてる。まあその代わり車が小さすぎて豆粒すぎて、むちゃくちゃ運転しづらいむちゃくちゃ運転しづらい。自分がコースのね、どういうところを走ってるのかっていうのを把握するにはこの視点すごいいいですね。まあ、なのでこれでずっと走るってことはないかもしれないですけど、今自分がどういう状況に置かれているのかっていうのを把握する一瞬のために使うっていうのはいいかもしれないですね。さあ、続いて普通の俯瞰視点ですね。この視点でもコースの向こうの方まで見えるので、すごくやりやすいですね。加えて自分の車が今どういう状況に置かれているのかっていうのが分かりやすいですよね。慣れないうちはコースの先を見渡せる、こういう俯瞰視点でやるのがいいんじゃないかなと思いますね。いや、これだとコースの先が見えてるじゃないの、こんなんラリー面白くないよ、こんなのラリーとは言えないよって、まあその通りなんですけど、だけどできないって言って引退してしまうよりは、この画面でやった方がまだマシなんじゃないかなと思いますね。まあ、これはねシミュレーターではないんですよね、ゲームなんですよね。他のラリーゲームでもそうなんですけど、ゲームなんですよ。なのでご自身が遊びやすい視点、より楽しめる視点を選ぶことが重要なんじゃないかなと思います。ボンネット視点も視界が開けてて、視点も高くてね、見やすいんじゃないかなと思いますね。まあ、コクピット視点とかダッシュボード視点がリアルかっていうと、実際の車を運転してる感じではないですよね。まあ、特にシングルモニターの場合はそんな感じしますよね。大画面の3画面とかにするとだいぶねリアリティが出てくるんじゃないかなとは思うんですけど、32インチのシングルモニターぐらいだったら、いや実写こんなんじゃないよっていう気がしちゃうんですよね、どうしてもね。いやー、スーパーウルトラワイドで動かしたい、スーパーウルトラワイドがいい。うん、
いやでもやっぱりコックピット画面面白い。コックピット画面やっぱ迫力ありますね。迫力あって楽しいですね。私はラリーゲームもレースゲームもあとバイクのゲームもね、大脱線でやるのが迫力があって好きですね。さてプロフェッショナルモードが難しすぎて引退する前にやるべき5つのこと、最後の5つ目、まあ、それはですね、ミスコースしてもミスコースしても何度でも戻ってやり直す、これがまあ結構重要じゃないかなと思いますね。 We're moving away from our bearing。ミスコースしたくさいなと思ったらナビゲーターこんな風な感じで言ってくるんですよね。ミスコースしたなと思ったらその時点で今来た道を戻ってやり直したらいいんじゃないかなと思いますね。何回でも何回でもミスコースしても何回でも何回でも戻ってやり直す、そうしてるうちにだん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 ミスコースしないようになっていくと思います。ミスコースしたことにストレスを感じることがこの先ミスコースしないようになるためにね、一つの必要なことなんじゃないかなと思いますね。まあでもね、戻ってみたものの正解の道に戻れないっていうことがよくあるんですよね、このゲームだとね。その場合はポーズ画面からラストウェイポイントを選ぶと一番最後に通ったウェイポイント、前のウェイポイントに戻ることができます。こういうものを使ってね、最後まで諦めずに走る、ひたすら諦めずに続ける、これがミスコースせずにね、うまく走れるようになるために必要なことなんじゃないかなと思います。はい、ではまとめていきたいと思います。まずは車を自由自在に動かせるようになるまでスポートモードで腕を磨きます。十分乗れるようになったと思ったらプロフェッショナルモードに挑戦しましょう。続いてとにかくゆっくり走ります。こまずと走行距離がしっかり見れる速度でゆっくり走ります。そして走りながらこまずと走行距離を見て次のコースがどんなんなんかなっていうのをイメージする訓練をします。そしてそれができたらナビゲーターの言うてることもよく聞く、英語だけどよく聞くっていう訓練もします。何言うてるか分かんないんですけど、まあ、そのうちね、そんないろんなこと言うてないんで、もう限られてるんで言うてること、そのうち覚えられるんじゃないかなと思います。4つ目はいろんな視点を試す。コックピット視点とかね、見づらい視点にこだわらないで広く遠くを見渡せる視点をひとまず選んでみたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、そして最後これが決定的ですね。もう何度でも何度でも諦めずにやり直す、これはもうゲームだろうが何だろうが一緒ですよね。何でも一緒、自分が真に欲しいと思う技術知識は諦めずにやり続けない限りはまあ習得できないですよね、まあ、だけどゲームなんでね、楽しいんで面白いって言いながらね、これをやり続けられたらええんじゃないかなと思いますね。はい、今回ダカールデザートラリーのプロフェッショナルモードをね、遊べるようになるためにまあいろんなこと言うてきたんですけども、まあ私もねこれ全然できてないんで、まだね諦めずに何度でもやり直すっていうことをねやってる段階ですね。まあだけどね、ミスコースせずに初めて走るコースで走り切って優勝するっていうこともね何回かあるんですよね、やってたらね。まあそういうご褒美があるとねやめられないやめられないですね。面白い、本当に面白い。ミスコースなく速いスピードでゴールまでね走れると、今までの苦労が全て報われてカタルシスをね味わうことができるので、なんとかそこまで頑張ってやっていってくださったらなと思います。それではよかったらチャンネル登録していってください。また次の動画でお会いしましょう。ほなまたね。いやこれマジで走れるようになったら楽しい、めちゃくちゃ気持ちいい。